日本関東地方神奈川県横浜市栄区亀井町亀井町は横浜市栄区の町名定番を持たない単独町名である住居表示実施済み区域栄区の東部に位置し町の大部分が小建ての住宅街となっている町内に鉄道やバス路線はなく上里町を通る県道原宿ムツー,ー線の 稲荷森の停留所から JR 根岸線、江南台駅及び JR 東海道線他の大船駅、京急本線金沢八景駅への路線バスが利用できる。かつては鎌倉郡本郷村の一部であり、1939年4月1日に横浜市に編入され、戸塚区上里町の一部となった。1969年より、 湘南上里団地の宅地開発が行われ、1984年7月23日に、上里町より亀井町が分離新設。同時に住居表示が実施された。地名は以前の字より取られている。上里町の小菩提寺に参景する武士が身を清めた、井戸が亀の形をしていたことに由来し、亀井戸とも記された。1986年に、 文句により、栄区亀井町となり、現在に至る。2021年7月31日現在の世帯数と人口は、以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は、以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による、 事業所数と従業員数は以下の通りである。町内の警察の管轄区域は以下の通りである。ありがとうございます。